フランチェスコ・ソリメーナは、イタリアのバロック時代の画家である。イタリア南部、カンパニア州のセリーノの画家の家に生まれた。父親から絵を学んだ後、1674年、ナポリに移り、フランチェスコ・ディマリアの工房で修行した。後に、教皇、ベネディクトゥス13世となる、数奇教、ピエトル・フランチェスコ・オルシーニの支援を受けた。 1680年になると独立してフレスコ画の依頼を受けるようになった。ナポリ派の17世紀の巨匠オルカジョルダーノや17世紀のローマの画家ジョバンニ・ランフランコやマッティア・プレティのスタイルを継承した。彼の工房は1690年代から18世紀の最初の40年間にわたってナポリの美術界を支配するようになった。 ソリメーナの工房で修行した画家には、風俗画家のガスパーデ・トラベルシや、セバスティアーのコンカ、フランチェスコ・デ・ミューラがいた。スペイン継承戦争によって、1734年まで、ナポリがオーストリアの支配を受けたことから、オーストラリア出身のダニエル・グランや、パウル・トロガーもソリメーナの工房で学んだ。ソリメーナの作品の顧客は、フランス国王ルイ14世やオーストリアの将軍、 おゲンフォン・ザボイエンもいた。1723年から1728年までの間はウィーンで働いた。ありがとうございます。